チャールズ・ロバート・ジェンキンスは、アメリカ合衆国の軍人、在籍時の最終階級は、陸軍軍曹だったが、2004年の不名誉除退処分に、最初に東兵に降格されている。歌手官として、朝鮮半島軍事境界線に駐留中に、北朝鮮側に、投降、2004年まで同国に滞在していた。北朝鮮による、拉致被害者の一人である、蘇我瞳と結婚しており、 妻が日本への帰還を果たした後の2004年、娘たちを連れて、同地でアメリカ軍に出頭し、軍法会議を経て、軍を退役した、ノースカロライナ州リッチスクエア市出身。中学校卒業後の1955年、15歳でノースカロライナ州軍に入隊志願を出し、規定年齢を下回りながらも、州兵登録を受理される。1958年、 ノースカロライナ州軍から連邦軍へと転属を許可され、陸軍第一機兵士団に配属されている。1960年から1961年まで在韓米軍での任務を行い、1964年の欧州軍への転属を経て、再び在韓米軍に派遣される。朝鮮半島軍事境界線に駐屯していた時、軍曹に昇進して、歌士官の地位にあったジェンキンスは、 1960年前後よりアメリカによる軍事介入が拡大を続けていたベトナム戦争に派遣されるという噂を聞いていた。ジェンキンスは生産な死傷者を出していた同戦争に派遣されるという重圧からアルコール依存症に陥っていた。1965年1月4日、周囲の証言では夜間の警備に就く際、すでに多量のアルコールを摂取していたとしている。 翌日の早朝、ジェンキンスは舞台に騒音のする場所を見つけた偵察に向かうと告げて偵察に向かいそのまま戻らなかった。後にジェンキンスは偵察任務中に朝鮮人民軍に投降して身柄を確保されていることが明らかとなった。ジェンキンス本人は当時について軍務に不満を感じており、またソビエト連邦経由の捕虜交換など早期に帰国することは 難しくないと考えていたと投稿した理由について述べている。北朝鮮では捕虜ではなく実質的に政治亡命者として扱われ政治的プロパガンダにおいて西側の腐敗を強調するために懸念された。騒動からしばらくはジェンキンスの動向はアメリカ軍をはじめとして内外に秘匿されどのような状態に置かれているのか不明という時期が続いた。彼自身はすぐに 自らの行いを懺悔したと国会している。北朝鮮政府はジェンキンスに主体思想をはじめとしたイデオロギーを学ばせる、再教育を施すなど、帰国させる意図はないことを示した。身柄も拘束されたままで、1972年まで、他の3名の米国籍の人間と共に、小さな家屋内での軟禁状態に置かれた、金日成の言葉を朝鮮語で暗唱させられ、 また頻繁に拷問を加えられた。北朝鮮における彼の仕事は主に英語教師であった。北朝鮮の英語教育はイギリス英語が採用されていたため、彼の話すアメリカ英語は、同国の生徒や教師に驚きを持って迎えられた。1980年、ジェンキンスは、日本人拉致被害者の一人である、蘇我瞳を政府に紹介されたという、出会ってから38日後に、両者は結婚し、 ロベルタミカ・ジェンキンス、ブリンダ・キャロル・ジェンキンスの辞書を設けた。1982年、ジェンキンスは政府の命令によって国作映画への出演を命じられ、結果としてこの映画が20年近く消息不明であった彼の姿をアメリカに伝えることになった。しかし、アメリカ政府はこの事実を認めず、1996年までジェンキンス軍曹の動向は不明とする公式見解を 続けた。2002年、日朝首脳会談によって、日本人拉致被害者の存在を、北朝鮮政府が公に認めると、蘇我瞳の夫であるジェンキンスの消息も同時に、明らかとなった。さらにその後の経緯によって、妻が日本へと帰国を果たすが、ジェンキンスは娘たちと共に、北朝鮮側の監視に加え、逃亡兵となっている立場から帰国を決めかねていた。 2004年、日本政府がアメリカ政府との交渉によって温等な判決を、軍法会議で行う確約を取り付けたことから、同年7月9日、治療という名目で、娘2人とインドネシアへ出国し、7月18日に、妻のいる日本に入国した、キャンプザマに出頭した、ジェンキンス2004年9月11日、ジェンキンスは、在日米軍のキャンプザマへと向かい、 陸軍憲兵隊長として出迎えたポールニガラ、陸軍中佐に敬礼の上で出頭を報告し、軍人としての礼式に則っ,った行動を示した。アメリカ軍はジェンキンスが軍の指揮下に戻ることを述べた上で、あなたと家族がこれよりいかなる時も敬意と尊厳を持って扱われることを保証すると宣言した。11月3日、軍法会議でジェンキンスは逃亡に関する罪及び 利的行為に関する罪を認め、合衆国軍は、軍曹から二等兵に降格処分の上、不名誉除隊と、禁錮30日の判決を下した。2004年11月27日、模範州として、予定よりも5日間早く釈放され、正式に軍人としての経歴を得た。2005年に、93歳となっていた母を見舞うために、アメリカへと家族を連れて帰国し、 初対面となる孫と母を引き合わせた。帰国後の6月14日に、妻の実家がある佐渡島に今日構え、佐渡市の観光施設の職員として、余生を送ることになった。2006年に、自らの経験を綴った、回想録、告白を執筆。アメリカでは、望まぬ中での共産主義、逃亡と北朝鮮における40年間の懲役、として2008年3月1日に出版された。 2008年7月15日には、日本政府から半月前に申請していた永住許可が与えられた。その際、インタビューで、日本において、余生を過ごしたいと答えており、娘らの事情も含めて帰化も考えていたという、2017年12月11日、体調が急変し、自宅玄関前で倒れ病院に搬送される、同日20時52分に死去、77歳をつ。 MRI 検査によっても、本当の死因は分からなかったが、死亡診断書には、致死性不正脈と記される。1980年に、日本人拉致被害者、曽我瞳と結婚。翌年に長男が誕生し、聖妃と名付けられるが、1日経たずに死んだ。83年に、長女美香。85年に、次女ブリンダが生まれる。ブリンダは、二千十七年に、ジェンキンスにとって、 初孫となる男児を出産。ジェンキンス以外のアメリカ軍から北朝鮮への逃亡兵として、ジェームズ・ドレスノク一等兵、ラリアレン・アブシャー一等兵、ジェリー・パリッシュ五長の三名の存在が知られている。このうち、アブシャーとパリッシュについて、北朝鮮政府は、すでに北朝鮮国内で自然死したと2007年に主張している。残るドレスノク一等兵は2016年に、 死去するまで北朝鮮で暮らし、北朝鮮政府への忠誠を発言していた。ありがとうございます。